残り50秒。プラスさん、頂上のクラウンは 1.5 センチメートルほどプランの位置より右に寄っていますが、直しましょう。 1.5 センチメートル。よし、これでタイムアップ。選手の皆さん、大変お疲れ様でした。さあ、それでは早速ですが品評に入ります。各チームの代表者は作品の紹介をお願いします。ちょ、うちのケーキやばない？これマジで食うんじゃね？はぁ、次はうちですよ。うわぁ、心臓がバクバクしております。それでは日本ウマ娘トレーニングセンター学園、よろしくお願いします。はい、トレセン学園のエイシンフラッシュです。学園のイメージとして表現したのは勝利への思いです。我がトレセン学園はウマ娘のみが在籍する国内屈指のレースの名門校です。誰もがレースに出走し競い合う日々を送っています。とはいえ、全員が朝から晩までトレーニングのみをしているわけではありません。早朝から挨拶運動をしたり、休み時間にネイルケアを行ったり、花壇の手入れが日課だったり、アイドル活動に熱心だったり、モデル業も行っていたり、ずっと生徒会室にいたり、占いばかりしていたり、勉強に悩み、友人関係に悩み、己の素質に悩み、さまざまな日々があの学園内では送られています。その一方で誰もが持つ信念があります。勝利への思い、勝ちたいということ。そんな我が子を唯一無二の誇りをケーキに投影しました。なるほど、エクリプスファースト、ザレストノーウェア、トレセン学園のスクールモットーですね。ええ、唯一抜きんでて並ぶものなし。これ以上に語るべき言葉はないのかもしれません。ありがとうございます。素晴らしい作品はもちろんですが、学園への熱い思いもしっかり伝わってきました。優勝校が一枚上手でしたね。しかし、だからこそ悔しいですね、これは。はい、最善は尽くしたのですが。ふぅ、委員長としても非常に悔しいです。ぬぬぅ。エミを確認、どうしましたか？いえ、やっぱり私たちはトレセン学園の生徒なんだなと。みんなで一つのゴールを目指し、あと一歩及ばずに悔しい思いをする。みんなが勝ちたいと思っているからこそ、負けて悔しいという気持ちも同様なのだなと。であれば、きっとここからの皆さんの気持ちも同じだろうと思います。次こそ勝ちたい。ええ、次こそ勝ちましょう皆さん。はい、さあ、じゃあこっからはもう打ち上げ、チョコ食いまくんべ。あの、ジョーダンさん、どこへ？チョコレートの祭典バイキングとか、あと世界中の優秀なパティシエ来てショーとかやるんしょ。世界中の優秀なパティシエ、それはぜひともこの目に収めておかなければ。私たちも行きましょうか、ブルボンさん。フラワーさん、
お渡ししたいものが。少し早いですが、こちらマストアイテム最高の友チョコです。いつも助けていただいてありがとうございます。ありがとうございます。表情の緩和を感知。実はフラワーさんの表情から時折緊張を感じていたため、やや心配していました。あなたは頼りになる方です。ルームメイトの私を幾度も支えてくれました。だからこそ助っ人というワードを聞き、あなたへ声をかけに行きました。そんなフラワーさんにとって、私も頼れる対象であれるよう努力したい。つまりこれからもよろしくお願いします。あ、ブルボンさん、そんなことを嬉しいです。こちらこそこれからもよろしくお願いします。